DAW レッスンの鈴木です。今回は Waves のパラグラフィック EQ ルネサンスイコライザー REQ を紹介してみたいと思います。前回紹介した R コンポに引き続き、こう Waves を象徴するような EQ プラグインになっているかと思うんですけれども、基本的な使い方としては数値直接入力していただいてもいいですし、マウスにグラフィック内をドラッグしていただいても OK です。グラフィック直接マウスでドラッグする場合にはコマンドクリックすることによってフィルターカーブを変えることができますし、オプションをしながらドラッグすることによって Q カーブを設定することができるようになっています。またダブルクリックするとバイパスが可能です。この REQ 自体は2バンド、4バンド、6バンドの3つのコンフィグレーションで収録されていて、各バンドに対してフィルターカーブを設定することができるようになっています。この REQ が人気になっている秘密としては、使い勝手の良さというのもそうなんですけれども、やはりこう音楽的なサウンドかなと思います。というのも、この EQ カーブというのが、ヴィンテージアナログ EQ カーブをベースに作られているので、設定するだけでなんとなくいい感じのサウンドっていうものを作ることができると。なので感覚的に使ってもサウンドが破綻しにくいというのが特徴かだと思います。以前に紹介した Q10 っていうのは、特定のポイントだけをこう、精密にエディットしたい場合に向いてるんですけれども、逆にこの REQ はブーストしてあげたりしてもいいのかなと。 REQ はエフェクター的というかですね、もっと積極的に音作りをしたい場合というのにも向いているのかなという印象があります。今回は Waves のパラグラフィックイコライザールネサンス EQ を紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。